ク名ナ市立中央図書館ク名ナ市立中央図書館は三重県のク名ナ市のク名ナメディアライブにある公立図書館である。1947年に開館し2004年に現在地に新築された。日本で初めて PFI 方式によって建設、運営されている図書館であり、日本中の自治体や図書館関係者から注目された。 開館時間は9時から21時までと、日本全国の図書館と比較しても長いとされる。ク名ナ市立中央図書館の略称は、KCL、基本理念はいつでも、どこでも、誰でも。ク名ナメディアライブが建設されるまでは、古い公共施設を転用する形で運用されていたが、ク名ナメディアライブの完成により生まれ変わった。その後は、 官民の共同により新しい事業を数多く展開している。PFI 事業者として新設された特定目的会社の株式会社クワナメディアライブが資金調達、施設の設計、建設を行い、同社が業務委託する形で図書館流通センターと見え電子センターが図書館業務を運営する。おおむね評価を得ている図書館であるが、 田原市図書館の森下義則は、田原市中央図書館と比べて利用者端末や座席数が少なく、住民一人当たりの貸し出し点数や入館者比率が、田原市の2分の1程度とサービス実績の低さなどを指摘し、総じて人目を引く仕掛けは用意されていても、公共図書館のごく基本的な機能に対する理解に、爪の甘さを感じましたと評した。 職員は2008年現在34人で、桑名市職員が6人、残りが PFI 事業者の職員である。両者が共同することで、図書館が運営される。民間事業者の人事に市側は関与しないため、事業者の職員について市は把握していない。職員の多くが市書の資格を有する。桑名市立図書館は、中央図書館と以下の2館の計算館で構成されている。 ふるさと多度文学館は、平成の大合併によって、桑名市の図書館となり、長島和住図書館は、新、桑名市発足後に開館したが、どちらも PFI は導入せず、市の直接運営となっている。桑名メディアライブは、桑名市立中央図書館が入居する、建築物で、保健センター、勤労青少年ホーム、多目的ホールを含む複合施設となっている。 佐藤総合計画が設計し、鹿島建設が建築した。事業者は株式会社クワナメディアライブ。鉄骨構造地上5階建て敷地面積は3191.22平方メートル。建築面積は2728.51平方メートル。延べ床面積は9113.77平方メートル。南側の外観は鳥居をモチーフとしている。 これは歴史と未来への取りを表しており、桑名市の目指す人育て、町育て、歴史育てに沿うものである。図書館は3.24階にあり、1階入り口からはエスカレーターを乗り継いでいくことになる。同じ建物にあることを活かした中央図書館と保健センターの連携によるブックスタート支援事業が行われている。 クワナ市勤労青少年ホームは2015年3月31日に廃止された。天空の庭、延べ床面積は3169.06平方メートルで、旧クワナ市立図書館の約2.6倍である。3階と4階の両方に読書テラス、天空の庭が設置され、屋外での読書が可能である。館内にはクワナ発祥とされるレンツルが、 随所に飾られている。3階にある一般開花は初夏の高さを1.5メートルと低くし、車椅子が通りやすく配置し、両側ガラス張り吹き抜けの開放的な雰囲気を形成する。ガラス張りの窓は昼間は外の光を取り込み、夜間は館内照明が暗闘のように優しく街を照らし出す。自動開花は初夏1.2メートルで、 その奥に、桑ワ徳さ特産のハマグリを模したお話し室がある。児童書館には読書用の図書と調べ学習用の図書の双方が用意され、子供向けの地域資料コーナーも置かれている。お話し室では、図書の読み聞かせ以外にもカルタ大会など、各種イベント会場として利用される。目の不自由な人のための対面朗読室も設置されている。4階には、 強度資料室の他に、インターネットや新聞社のデータベースを利用できる IT コーナーと、ビデオ DVD などが鑑賞できる AV コーナーがある。PFI 導入前に比べて、開館時間が長くなっただけでなく、年間開館日数が1割増加した。夜間時間帯の貸し出し利用者は半年に2万5千人から3万5千人と、波があるものの、 入館者数の増加へ確実に貢献している。これにより入館者数も増加し、1日平均2114人が入館している。3回の一般会か PFI そのものの説明は、PFI を参照。ク名ナ市立中央図書館の PFI 方式では、ク名ナ市当局が方針決定や図書選定などの決定権を持ち、図書館流通センターが、 方針に基づいて市側に提供するサービスや購入図書を提案する。事業内容がクア市と図書館流通センターで重複しないよう役割分担を明確にしている。民間に任せることでサービスの低下が起きないよう毎日図書館流通センターが自主点検を行い月に1回クア市がモニタリングを行う。他に問題発生時や緊急、非常時の随時モニタリング、 市民モニターによる評価、利用者アンケートも行われる。クワナ市の採用した PFI はサービス購入型と呼ばれる方式で利用実績、サービス実績に応じてクワナ市では毎年事業者に支払うサービス購入量を変更する。利用実績で評価される利用者数は図書館への入館者数とは異なるがクワナ市の利用者の定義が広めに取られているので ほぼ一致する。PFI 導入の最大のメリットは安定した図書購入であると言われている。従来は単年度で予算が組まれ、図書購入費の変動が激しかったが、開館から3年間は年間5万冊、以後は年間1万冊を購入すると決められたため安定して新館を購入し続けることができる。図書の購入は図書館流通センターが行い、 市の組織である図書等選定委員会に報告するが、高価な図書や思想の偏りのある図書などは購入前に委員会に諮る必要がある。新刊は土曜日に配下される。市側のメリットは歳出の削減と安定、事業者側のメリットは新規事業の獲得などが挙げられる。利用者にとっての最大のメリットは開館時間の延長である。 明治大学経営学部の藤江正氏は、桑名市立中央図書館の PFI 事業を特殊な例として評価する一方、問題点も指摘している。開館後30年で施設の所有権が桑名市に移ることになっている契約について、30年後に老朽化した施設を桑名市はどのように資金調達して更新するのかと疑問を投げかけ、民間に任せたことで浮いた税金を、 他の用途に使っていることは将来へのリスクを高めているとした。また森下義則は企業連携、資金調達に民間のノウハウが活かされているが、図書館経営の面では特段の優位性はないと評した。以下の6つの事業を共同して行っている。自動貸し出し機図書には一冊ずつ IC タグが付けられており、利用者は自動貸し出し機を使って借りることができる。 IC タグ導入は、東海地方の図書館では初めてで、事業者側から提案された。これにより、図書の返却、貸し出し業務に当たっていた人員を、図書館利用者へのサービス人員に振り返ることができた、上、図書の紛失が激減するという効果もあった。学校図書館の蔵書も IC タグ化して、学校間の相互貸借、中央図書館との図書の往来も検討されたが、 実現していない。図書館の書庫は自動化されており、職員が水筒ステーションで操作すると数分で、自動的に書庫からカウンターに図書が届く。この自動化書庫は、オートライブと呼ばれ、利用者の待ち時間を大幅に短縮することに成功した。書庫がガラス張りになっているため、図書を運ぶバスケットの動きを見ることができるが、森下義則は参考調査や、 増書管理に不都合はないのかと疑問を発している。1階に設置されたブックポストも自動化する計画があったが、危険物の投入を想定して見送られた。桑名市立中央図書館では、郷土資料の収集を官民共同で行うことを決めていたため、開館前に図書館職員全員を対象とした郷土資料に関する研修を行い、職員全員が、 ク名ナの基本知識を習得している。研修で出題された問題と回答は、館内ネットワークで参照できるようになっており、日常の利用者への案内に活用されている。2006年度より年1回、昭和の記憶を展示する取り組みを行っている。これは、業者側からの提案であったが、市では提案内容をさらに拡張し、市民に写真などの情報提供を求め、 情報提供者のもとへ聞き取り調査へ行く人も市民から募集した。この活動を通して市民から自然に情報が集まるようになり、開館から3年で目標としていた郷土資料の増書1万点を達成した。ここで収集された情報は、ク名ナふるさと検定の公式テキスト、ク名ナの色派にも収録され、同検定の問題になっているほか、将来的には、 死死編さんにも役立てる方針である。昭和の記憶事業では、収集資料のデジタル化も推進している。収集した郷土資料は、4階にある郷土資料室、歴史の蔵に保存され、貴重書が含まれるため入室には、申請が必要である。桑名市及び、三重県の資料を収集、保管する。江戸時代の資料や伊勢湾台風で被災した資料は、地図の中で保存し、 室内は自動温湿度管理システムと不活性ガスで資料劣化を防止している。主なコレクションに古文書群である秋山文庫と伊藤文庫、民族資料を中心とした堀田文庫、児童文学を中心とした北村文庫がある。2005年に始まったコンクール、図書館を活用し知る喜びを人に伝え、発表する場と位置づけられている。 三重県で実施しているのは2012年現在、桑名市のみである。市のコンクールで上位成績を収めると全国コンクールへ出品される。これに合わせて図書館では調べる学習サポート教室を実施している。教室では当初外部講師を招いて開催していたが、後に図書館職員が研修を受けて開くようになった。この教室を受講して後に 全国コンクールで受賞した子供もいる。桑名市及び全国のコンクールで入賞した作品の複製が一般書家、児童書家で常設展示されている。この展示に刺激を受けた子供が作品を制作し受賞するという効果も生まれている。終戦直後の1947年4月15日に市民の要望と寄付金を得て旧図書館例によって認可を受けた。 当時の名称は、ク名ナ市立図書館であった。同年の予算は32,560円、増書は1,300冊と図書館としては、不十分で、本格的に図書館としての機能を活かせるようになったのは1950年の図書館法制定以降であった。翌1951年3月に、木造平屋建ての旧ク名ナ市議会議場を閲覧室と、し、 順次施設を拡張していった。1959年時点で職員は3人、8時30分から16時30分まで開館し、休館日は火曜日であった。同年9月、伊勢湾台風の被害に遭い一時閉館、1960年2月に業務を再開した。台風により図書館の多くの資料が失われてしまった。1968年5月に、 旧桑名都市計画復興事務所へ移転。翌1969年5月には、家事庁の旧診療所へ移転した。さらに1973年5月、旧桑名市役所庁舎へ移転した。この市庁舎は1952年地区であった。1990年、AV ブースを設置し、CD ビデオ LD の閲覧が可能となった。1996年時点では、2階建てで、 延べ床面積1247平方メートル、蔵書は10万5000冊であった。貴重書として、クワナ藩の受者である秋山勘、勘緑カン氏の残した、秋山文庫と伊藤文庫を所蔵していた。旧図書館の蔵書は、約13万冊であった。PFI 導入の検討1990年代。 クアナ氏が実施した市民アンケートで新しい図書館の建設が最も多く挙げられた一方、保健センターと勤労性少年ホームを建て替える必要があった。3つの施設を建てるのは費用がかかるため3つの機能を持つ1つの施設を建設することが検討された。1999年2月 PFI 推進検討会を設置して PFI の導入可能性を検討し、 2001年8月に正式に PFI を導入することを決定した。導入可能性の調査は日本経済研究所に委託された。桑名氏が採用した PFI はボット方式と呼ばれるもので民間が設計から建設、施設の所有と管理を行い30年後に市へ無償で所有権を移すというものだった。計画段階では クワナメディアライブ全体に PFI を導入することを検討したが、民間に運営させてサービス向上できるものは図書館のみであると判断され、現在の形となった。事業参加の意思を表明した企業グループは8つであった。2002年3月、総合評価一般競争入札を実施、6グループが入札に応じ、同年4月に、 鹿島建設を筆頭とするグループが76億2200万円で落札した。会館までには PFI 実施方針に対し約500件、入札説明書に600件の質問が寄せられるなど、計画から図書館の完成までに5年8ヶ月もかかったことが課題となった。2002年7月に工事に着手、2004年7月に工事が完了した。 そして2004年10月1日に開館。開館から1ヶ月の入館者数は82,378人で、休館時代の4倍を記録した。1年目は見物を兼ねた入館者が多かったため、翌2005年度の入館者数は前年比10.1%減となった。2005年度より、桑名市図書館を使った調べる学習コンクールを開始、翌2006年度より、 昭和の記憶事業を始めた。2013年10月から2015年9月まで10年、ありがとうイベントと称して記念事業を開催した。2017年11月以降、蔵書を破り、表紙だけを書家に残して持ち去られるという事件が起きており、12月17日までに6冊が被害にあった。図書館側は警告文の館内掲示や、 巡回強化で警戒に当たるとともに、ク名ナ警察署に被害届を提出している。図書館周辺は、ク名ナ市の中心市街地であり、JR、近鉄、養老鉄道ク名ナ駅及び、三義鉄道西ク名ナ駅から徒歩6分である。路線バス利用の場合、京バス等ブルート乗車、ク名ナメディアライブ前バス停からすぐ、または、 三重交通バス及び八風バス市役所前バス停から徒歩約3分である三重県道504号桑名高線沿い駐車場は当初50台だったが利用者の安全のために38台に減らされ駐車場不足が指摘されている駐輪場は120台ありがとうございます